はい。皆さん、こんにちは。熊沢でございます。えー、本日はですね、僕が、えー、地味に超愛用している Waves のプラグインをご紹介したいと思っております。あのー、まあね、僕、Waves のプラグインめっちゃ好きですよ、なんていう話、至るところでしてるんですけれども、本当に Waves のプラグインたくさん使ってるんですね。それで、その中で、 まあ、アナログモデリング系のプラグインめっちゃ好きなんですわ。ミックスでめっちゃ使うんですわ。リアンプするんですわ。なんていうことを結構お話ししてるんですが、あのー、まあ、割とデジタル系のえプラグインも、まあ、あのー、なんていうのかな。こう地味な感じで結構使うことがあるんですね。でその中でもうなんかほぼ100%使うんじゃないかなっていうくらい使用頻度が高く、しかもすごい使い勝手のいいプラグインを、えー、今日ご紹介したいと思います。えー、それがですね、こちら。 C1 というコンプレッサーのパッケージの中に入っているゲートプラグインです。はい。ゲートって言えばですね、コンプレッサーのー、まあ、応用版みたいなプラグインでございまして、あるスレッシショルドよりも低い、えー、式の音量に対してはバツンと、えー、無音にしてしまいますよっていうプラグインですね。実際に圧縮するとかそういうことではないんですけれども、

で音がなくなるとまたこっちに戻ってくるっていう動作をしてるわけですよ。ね。でこれを聞きながら、まあ、だいたいマイナス 80d シからなんかちっちゃいところでマイナス 60d シぐらいまで上がってたりするじゃないですか。でこれをまあ、ね、フロアをねガツンとこのフロアっていうところインフィニティにするとパツンと切れるわけです。 おーおーっていう感じでこのゲートをどん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 上げていくと。おーお,ーお,ーおー 不要なところはカットしてしまうと。えー、まあそういう風に使えます。なので、例えば生録してるものでフロアノイズが気になるものっていうのは、ある一定の、いや今現状、マイナス30デシ以下をバッサリミュートしますよっていう形にしてるんですけれども、まあそういう,うにえっ、ー、に音を切るノイズ対策で使うことができるんです。ただこのゲートプラグインってパツンパツンって切れるんですよ。 でそれを応用して、まあ、ゲートリバーブとかそういうのがまあ昔流行ったわけなんですけども別に今使われてないわけじゃないですけどねでこの C1 ってあのー、めちゃめちゃなんていうのかな優れててこのタイプっていうところがあるんですよこのタイプっていうところをエキスパンダーに変えるとですね動作の方法を 緩やかに変えられるんですよこういう感じにさっきまではこうパツンパツンっていうのがこうエキスパンダーになるとこう緩やかに音を消していけるっていう、まあ、そういう感じになるんですねでプリセットの中にすごく使いやすくセッティングされてるエキスパンダーがありますでこのエキスパンダーって本来はコンプレッサーと逆の動作をするプラグインなんですよ てかエフェクターなんですねコンプレッサーの場合はある特定の音量まあこれはスレッショルドで決めていくわけですけどもこのスレッショルドで定めた音量よりも上に要は大きくなった音に対してはアタックタイムとリリースタイムで定めた音の範囲をレシオで定めた比率だけ圧縮しますよっていうのがコンプレッサーなんですねでエキスパンダーっていうのはその逆で、えー、スレッショルドで定めた音量よりも 小さいものを圧縮しますよっていうエフェクターなんですよ。で、この C1 ゲートっていうのはコンプレッサーとしての挙動はないんですけれどもエキスパンダーのような形でゲートを使えるっていうモードなんですこのタイプエキスパンダーっていうのが。なのでゲートだとパツンパツンってもう一気に、えー、パツン無音にしますっていう形なんですけれどもこのエキスパンダーで動作をさせると 例えばこう 40ds=40ds に設定しておくと4 0 d s からちょっとずーつ音が小さくなるっていう形で使えるのでよりゲートよりもナチュラルに音を減衰させられるんですよ。これめっちゃ良くなないですすか最終的ににはは音は無音無りますだけどこのリリースタイムとかを、まあ、うまく活用したりとかすることでこうパツンパツンパツンではなくてスンスンっていう感じに。 できるなので、えー、っと、ベースとかしっかりミュートしているものに関しては、あの、パツって切れてもいいんですけど、ギターとか、えー、ベースのレガート、最後ビューンって伸ばしていくだったりとか、ボーカル素材だったりとかって空気感が大事なので、ゲートのようにパツンパツンって切っちゃうと、最終的にこう、アンサンブルの中に混ぜれば違和感ない場合もあるんですけど、ちょっと、 うーんっていう時あるじゃないですか。そういう時にこのエキスパンダーでこう動作させてあげるとナチュラルにこう消え際がナチュラルになっていくっていう、まあ、そういうメリットがあるのでこの C1 ゲートのタイプエキスパンダーっていうのをめちゃめちゃ使えます。で僕どういう時に使うかっていうとさっき言ったようにボーカル素材、ギター素材とか、えー、そういうアナログなものをレコーディングしていったものソフトウェア音源ではなくてっていう時のフロアノイズを低減させる目的だったりあるいは動画 僕映像をね制作することがすごく多い仕事をしてるんですけれどもカメラマンとしてそういう時の動画のダイアログとか環境音っていうところで、えー、と声とバックグラウンドの音をある程度こう分離させたいという時に、うん、ダイアログにしっかりこう フィーチャーさせたいっていう時にこのエキスパンダーをほんのりかけてあげると、えー、ダイアログが立ってきてそれ以外のダイアログのない、えっと、人の声の音声がないところのバックグラウンドを少しだけボリューム下げてあげるってことができるんですよなので完璧な分離は無理ですよだけどちょっと下げてあげることでボーカルっていうかその人の声の音声のこうなんていうのかななんかカクテルパカクテルパーティー効果みたいな パーーティーカクテルだっけカクテルパーティーだよねっていう効果みたいな感じでそのボーカルのーボーカルじゃないわ、えっと、人の声の音声がついて聞こえればえバックグラウンドが小さいそのレンジの差によってえ声がしっかり聞こえてくるっていうところにもつながってくるので僕結構これヘビーユースしてるんですねなのでまあこうフロアノイズとかに泣かされてる方どんなに頑張ってもフロアノイズは乗ってしまうとおでそれはどうにか取り除きたい っていうことで例えばこういうふうになるだけ不要なところはまあ切っていく。切っていく。フェードをかけるみたいな。 え、形で対応する場合もあると思うんですけども、割と一括で乗ってるフロアノイズが一緒だと。で、アイゾトープの、まあ、RX とかを使えないと。おまだ買ってないよとえ。そういう方たちは、ぜひね、エキスパンダー、ゲートではなくてエキスパンダーっていうものを活用することでもしかしたらえ解決することもあるんじゃないかなとえいうところも丸めて含めてお話ししまして、えこの今回は僕が大好きな C1 ゲートをご紹介させていただきましたえ。ぜひ参考になった方はですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 お願いいたしますえー、そしてツイッターとインスタグラムのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう熊澤でした